で最後は3回目のこのソロの後ですね。
というとさっきと同じ論理なんですけど、この音は次のメロディーにつながるよっていうような流れを出しているんですね。これはバスですって音を出すとここに穴ができちゃうんですけど、つながって聞こえるっていう、こういうパターンがフランクの曲っていうのはすごく多くて、それは多分オルガンがこう右手と左手とあと足も使えるっていう、そのなのでここにオルガンがあって、その一オクターブ下にこういうことが可能なんですよね。でやっぱりその響きをがもう体に染みついて作曲をしているので、ピアノの時もすごく開く音で、でも手は届かないからそこにアルペジオで書いて作曲をするんだと思うんですけど、こういうのがバイオリンソナタとかにもしょっちゅう出てくるんですね。で結構みんな困るんですけど、でもなんとかしてうまくつなげる方法っていうのは必ずあって、それは和音を置き換えるっていうことではなくて、必ずそのつなげる方法っていうのがあって、そういうのが見つけ出せると本当に美しい音楽のフランクの曲っていうのはなっていきます。なので曲への気持ちのアプローチはフランクっていう作曲家はもう成功法以外にはありえなくて、ちょっとこういう表情つけてみようかとか、そういうことはもう作曲家が許してくれないんですね。こういう神聖な気持ちで書いたんだから全部そういう風に弾いてほしいっていう、そういう作曲家なんですけど、でもその過程においてじゃあどうやってそういう風に弾けるかっていうのはいろんな工夫をしないといけない、ちょっと難しい作曲家ですね。